お疲れ様です。ラットです。というわけで今回もクラッシュロールやっていくんですけど、今日はですね、こちらのゴレバルーンクローンロケットっていう、まあ見てわかるイカれてるデッキをね、ちょっと使っていこうかなと思います。で、こちらなんですけど、結構ねトロ高い人が使ってて、まあ知ってる人は知ってるみたいなぼちぼち有名なデッキなんですよね。僕ここにいるんですけど、この僕も今まあのところにいると思うんですけど、そのようにそれよりね、こう上にいるこのゼウスって人がね、ケンツがなんかツイッターでこれ使ってゼウスデッキ使って8連敗したみたいに言ってたんですけど、はい、こちらになりますね。で、このデッキ他の人も使ってて、その人も7人ぐらいかな今言ってて、まあ強いとはなかなか言いにくいですけど、まあ弱くはないのかなって感じのデッキ、はい、になっております。まあこちらね、使っていきたいと思います。まあちょっとね、癖がすごいですね。まあなんてゴレクローンとかならわかるんですけど、でさらにそこにバルーンが入ってる、そしてさらになぜかロケットっていう、別になんかね、ロケットである理由がちょっと僕にはなかなかわかんないんですけど、さあラバですね。相手はラバだな。マジでこれ使い方むずすぎんって感じなんですけど、よいしょ。まあこの人とは何回かやったことあるんですけど、やっぱ上手いですね。あ、てかあれだ。SMR ビリーっていうね、この人もね、ちょっとトロ、なかなか、トロというかね、グラチャでめっちゃ有名。なんかよく当たるんですよ。多分、僕の動画にね、もうこれ3回目ぐらいかな。いや、覚えておいてくださいね。SMR ビリー。ビリーっていう人ね、僕結構当たったことある気がする。マジで。で、今、ドラドラ咲いたんで、正直ここランバーバルーンさせれば、めっちゃ入る説があるんですけど、どう思いますかね、皆さん。よいしょ。まあ、ダクネぐらいかな、ワンチャン来て。はいはい。あー、いい。そのボムタワー釣りはいいですね。で、ミリーまだ残る。で、逆サイからも殴られて、はいはいはい。まあ、ここはちょっとね、相手の受けがうまかったかな。で、まあ、ザップ系来ないこと祈るでしょ。オッケー。オッケー。オッケーオッケーオッケー。このスキャーミがね、いい味出してますね。ここはもう無視して、まあ、ゴレ展開してもいい気もするんですけど、受けから行ってもいい気もしますし、まあ、行きますか。ここドラドラのターンですね。インドラ正直突破できないですね。インドラ正直突破できないんですけど、なんかクローンで、まあ、ゴレの爆破とかで、ゴレの爆破プラスの、まあ、ダクネのコウモリとかで、溶かすか、まあ、あれっすね。この、なんか、ロケットでぶちかますか。なんですけど、まだロケットのコストないんで、ゴリります。で、ゴリリアント、よいしょ。ゴリります。で、今これ、今スキャミ、じゃあ雪玉使ったんで、ここにスキャミ追加させて、ここに防衛ポイズンとかを咲かしたいですよね。じゃないと、結構持っていくと思うんですよ。これやばいな、これなんか。でも、これロケット、まあ、432だから3発ぐらいいるのか。こうやってもわかんな。これ多分守れない気がしますね。いや、ワンチャン守れそう。ワンチャン守れそう。てか、ロケットでめっちゃ削れますね。で、ファルチが意外といい味を出しているっていうわけで、これ今インドラ咲きましたね、相手。インドラ咲いたんで、こう、まあ、メインとなるね。バルーンを防衛するメインとなるカードがないと思うんで、いけいけ、どんどん。ああ、ベビドラが。あ、これやばい。これちょっと耐えれるだけででかかったんですけど。いや、ワンチャン奇跡的に耐える。いや、奇跡的に耐えれない。さあ、まあ、ここから行きましょうか。で、ちょっとむずいですね、これは。僕としては、あ、待って、僕としては攻めたかったんですけど、スキングの方、インドラで警戒してくれたことによって、もう僕こっち行っちゃえば、正直いいみたいなとこありません？で、これ一応警戒して、よいしょ。ここだって結構きついですよね、相手。で、まあ、ゴレはここで溶かされるんですけど、ゴレの強みは、ここのね、まあ、後衛ユニットにあると思いますので、よいしょ。ここね、ここ、謎にクローンしていきます。謎にクローンして、いや、むずい、これ。まあまだ相手、これ今、ポイズン使いましたね。ワンチャンある？ワンチャンある説、あるよね。で、ボムタワーかな。ボムタワーを壊したい。オッケー、ボムタワー壊せれれば、ワンチャンワンチャン。いやー、いいんで。いや、ビリーちゃん、なかなかやっぱ上手いんですよね。でもこれ、ロケット2周だな。いや、ロケット、待って、2周で落ちないんだね。3周か。
2周圏内まで行っちゃえばね、正直勝てると思うんですけど、まあ、まだ守ってもいいですね。まだ守れる。これもうバルーン単体飛ばしとくだけで相手辛いみたいなのがありそうですけどね。よいしょ。うわ、このインドラーっすね。マジインドラ。インドラがめちゃくちゃ厄介。インドラがすごい厄介。なんかもうカオスすぎてすごいわかんない。わかんないよ。もうロケ削りしちゃいたいっすね、正直。正直ロケット削りしちゃいたい。しちゃいますか。いきまーす。6、3周。てかもうタイブレーカーっすね。タイブレーカーで勝てばいいんだ。気づいた俺。タイブレーカーで勝てばいいんだ。よいしょ。このゲームはタイブレーカー。あ、待って、ランバーが。あ、ランバー。いや、これね、ランバーが多分、ワンチャンコタイブレーカー。すべてタイブレーカー。スケルトンが、落とそう。しなんだこれ。使ってて全く意味わかんなかったんですけど。でもやばいっす。今のはマジ SMR ビリーはマジで有名な人だと思うんで、僕結構当たったことあると思います。動画内で。本当に何回もしたことある。あ、グランドクラウンの方だ。これ僕ラットアカを、あれなんですよね。あそこに置いてるんですよ。トレジャーハンターっていうクラウンに置いてるんですけど、こうサバーカーの頃ね、今僕が動画で使っているマイク・ワゾースキーってアカウントは、このグランドクラウンさんにね、お世話になってるんですよね。なんで、あ、クラウン内？ん？だよね、多分、今僕多分こっちの中は同じクラウンにいると思うんで、同じクラウンの人と今グラチャラ当たりましたね。よいしょ。さあ、相手は、あれですね、僕が使ってる、マジ、あれですね、ウォールブレイカーですね、ウォールブレイカーデッキ。さあ、ここはもうね、OK、ここはもう許容、これはね、許容なかなかできないんですけど、まあ、無視っすね。これもね、風作って、とりあえず両方多分落ちはしないので、多分落ちない。OK、もう11、いって、これでもあれじゃね？コウモリ無双される？コウモリでも使ったよね。一応コウモリ回ってきた時用にファルチ出して、これコウモリ無双される。これザップとかね、マジで欲しくなるっすね、このデッキ。あ、でも、やっぱバルーンがね、バルーンが入りますね。OK、11。まあ、こうよくわかんないんですけど、とりあえず11で、とりあえず11にして、さあでも、この2個をね、守りきるのも僕としてはすごい難しいんですよね。まあでも、僕も一回同じように形作って、一個ご利用したい。マジで、マジアチャもコウモリもどうにもできないから、なんか欲しいっすけどね、すごい。スペルと言いますか。まあでも、ロケットクローンなんでしょうね。わかんないけど、本当に。謎ですけどね、ロケットクローンはマジで。本当に謎。すごい謎ですけど。このデッキを作った生みの親の人が、まあそれを使っているんで、ロケットクローンでいきましょうか。変えたいね、本当に。で、マジアチャあっちに今咲いてるんで、ここに対して、まあ、マジアチャが来ることはないですね。よいしょ。で、まあ、これも無視して、ゴリリアントゲーミングでしょ。で、これ、ロケット撃っちゃおうかな。マジアチャで撃っちゃおうか。で、ファルチが、よいしょ。ちょっとね、コウモリがちょっと厄介なんですね。まあ、適当にクローンして、ゴリルでしょ。これ、やばいな、マジ。なんか、よくわかんないですね。本当に。さっきも言ったけど、謎にタワー落ちてる。あー、これやばい。入る。マジ？待って、今のはさ、あれじゃね？なんか、ランバジャックがただただ優秀だった説がある。で、ここに、さらにクローンをかけて、あれ多分ウッドだったんで、このバルーンが止まらない。いやー、何してるんだろうってな感じの気分になっちゃいますけど、ワンチャン強いね、これ。本当に？俺今洗脳されてんのかな、これに。なんか、使えるならマルチでも使いたいみたいなとこあるけど、まあレベルがね、ちょっと足りないですけど、ゴレとか。さあ、クラッシュレインボー。まあこれもちょっと有名な方かな。まあクラッシュっていう、まあアマのチームですね。まあプロチームでこう SK ゲーミングとかチームリキッドとかあるんですけど、まあ、そのプロとはまた違うアマの、まあ海外よくあるんですね、アマのチームが。何個か。その、まあ、一つに、クラッシュって読むのかな多分。わかんないですけど、あるんで、まあ、ワンチャンその選手。まあ、レインボーっていう人はもともと有名なんで、わかんないですけど、さあ、ここはね、相手ボムタワー咲いたんで、
もうこれはね、後ろからゆっくり行きます。そう、こうして伝えたんで、僕のゴレがこう橋渡っていく頃にはボムタワーは残ってますけど、まあ、若干ミリになっていると思いますんで、よし。で、まあ、前半はね、正直ゴレバルーン組んでも、カウンターを受けるだけだと思うんで、前半はもうバルーン出さずにやっていきたい。僕の今のところのね、気づき。オッケーオッケー。こういう感じでね。もう前半は一回ゴリル。で、この辺適当にクローンして、まあ、ポイズンとか使わせたいよね。まあ、雪玉でもいい。お、でも見て、コウモリが、結構落ちてくれ。だって。本当に言ってるこれ。やばいよね。ちょっと待って。はい。まあ、ネタデッキ紹介のつもりだったんですけど、まさかのね。まあでも全然こっから負ける可能性もあるのと、まあ暇なんで、バルーン飛ばします。で、インドラ咲いたんで、ベビー。そうっすね。ベビーで守るんですけど、ベビーだけだと一発入る説があるんですよね。はい。美味しい。で、ここはね、角度ゲーミングなんですね。僕の角度のセンスが問われる。オッケー。で、ここは、まあもちろん来るよねっていう延命してあげて、ファルチェめっちゃ後ろ下がるじゃん、お前。ファルチェめっちゃ後ろ下がったんだけど。さあ、ここは、さあ、ゴレ展開。しかも今相手はポイズンも使って結構コストを抑えてるんで、今アド取ってますね。5アド取ってますね。5アド。で、この、インドラを、まあ、ロケットでぶちかますか、ボムタワーにロケットでぶちかますかっていうすごい悩みなんですけど、まあ、こっちでいっか。インドと、ワンチャン当たんねえかな。で、この、レイジ落ちたところに、さあ、バルーンを追加。で、ここに、まあ、気持ち、あ、クローン。あ、やばい。バカで持ってかれる。まあまあまあ、いや、でも加速して。はい、やば。なんかね、ごめんなさい、本当に。なんか勝ったんだけどね、なんか勝ち方がえげついって感じですね。まあまあまあ、でも、まあ、このデッキ強いですね。はい、強いです。よければ使ってください。いや、面白いね。なんかめちゃくちゃバランス悪いように見えるんですよね、普通に。まあ僕もそう思ってたんですけど、いざ使うとね、まあ、謎にいいんすかね、形が。はい。わかんないですけど。はい。というわけで、まあね、3勝できたんで、しかも6から9に、はい、無敗できたんで、まあ、良ければお使いください。で、このデッキ作った人、最多7500とかね、言ってるんで、まあ、皆さんもこのデッキでいけるかもしれません。意外とね、こういったちょっと変わったデッキもね、マルチの上位にはちょくちょくいるんでね、まあ、なんか、どんなデッキでも上にはいけるんだなと、はい、思います。はい。というわけで、良ければ、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。では、最近生放送もね、ちょくちょく始めたんで、まあ、昨日一回やっただけなんですけど、はい、よければね、また夜ちょくちょくやるんでね、見に来てください。では、